14年式 10cm カノンは、1920年代初期に、開発、採用された大日本帝国陸軍のカノンである。俗称は14年式 10cm カノン、方。開脚式砲がを有する、実用法としては、日本初、また自動車権威を考慮した点でも初であった。第一次世界大戦の欧州戦場における、 砲兵戦術の進歩と射程延伸の傾向に鑑み、固定陣地用の7年式 10cm 可能を原型として、軍砲兵たる野戦重砲兵へ向けの大力重化を得ることを目的として製作された法。1918年7月、後第177号上進をもって、開発案と7年式 10cm 可能を 原型とする設計要領を提出し、同年8月、三大480号により姿勢審査の実施が決定された。当初は八馬番営によるものとされ姿勢法が完成したが、1920年7月、三大398号陸軍技術本部、研究方針により、自動車牽引も可能とするように改められた。改修した。 施政法は1923年に完成し、5月26日付の、号第165を上進により12年式13カノンとして仮正式制定された。しかし、フランスのシュナイダー社が保有していた、開脚式法画の特許に、本法の構造が定触することが分かり、12年式13カノン法としては、正式制定せず生産にも入らないことにして、 1925年に特許機関が時効に達するのを待って、改めて14年式10センチメートルカノンとして正式制定された。閉鎖機は段格ら式、装填は分離薬等で、装薬は3号体上薬を使用し、競争薬と低装薬の2種が用意されていた。原則として、競争は長距離砲撃に用いる先鋭弾専用で、その他の弾種は、 低層で打つが状況によっては、互換でき、車標もそれぞれ段種別に用意された。制定当初の最大射程は13,300メートルであったが、先鋭弾の進歩発達により後には15,300メートルまで延伸された。八馬番上と自動車牽引の双方を選択できたが、制定当初は適当な牽引者がなく、1928年に、ようやく、 大阪砲平交渉の国産50馬力牽引車が制定されたがこれは不満足な敵で1931年にホルト30型を1個連帯分輸入してやっと機械化牽引運用の実績を上げ結局92式10センチメートルかのように開発した92式5トン牽引車を得て1世代前の方であるはずの本砲装備連帯は完全機械化となった 本砲は、後続重火である92式10センチメートルカノンの採用、配備後も第一線に留まり、92式10センチメートルカノン、96式15センチメートル榴弾砲などとともに、野戦重砲兵連隊が運用する重砲として、第二次世界大戦の終結まで使用され続けた。中国人民革命軍人博物館に展示される砲。ありがとうございます。